辺でいいよ。さあ、ちょっと待って。聞くんかい。これで中？ちょっと待って。消え。コードパターン忘れちゃったんだけど。エフェクト長い。割り出し効くね。おお、行きよう。ちょっとこいつ倒しちゃおう。OK。困惑してる人今度は1人ちょっと待って、それありか。 Get Rapidness Bonus。 マジっすか。ひー、なんだこいつ、畜生。覚えてやがれこの野郎。てめえなんか醤油飲んで死んじまえ。ここで醤油出すか。マッチより美形の方が強いゲームの世界でよかった。いや、そういう話じゃないでしょう。でなければ今頃は救急車のお世話に。あ、大丈夫かい。はい、お疲れ。ボーリングの音、どうでもいいか。ちょ、あれ、うん、だからお疲れ。いや、今助け、その、なんともない。いや、別に、なんで。いや、ほら、なんでじゃなくて、なんか、あるじゃん。音技で。うわー、音癖がましい。どつくぞ。どうでもいいですよね。それより私はあなたを待っていたんですよ。どうでもいい。え、待ってたって。私の名前はナジェージーだ。下噛みそうだからナージャでいいですよ。お、親切設計。勇者様と力を合わせて魔王バラノフを倒すべしというアレクサンダー王を直々の命令を受けやってまいりました。アー王の、アー王のです。アー王が、アー王がです。もういいよ。世界の平和のため協力して魔王バラノフを倒しましょう。ところで勇者様の名前は。これは失礼。名前は遠藤豆三郎っていう。遠藤豆三郎。あ、豆三郎なんだね。どうでもいいか。あははは。遠藤豆、うさい。子供の頃から散々言われてるわ。遠藤豆、遠藤豆。はいはい。遠藤豆、豆豆豆、遠藤豆。はいはい、よかったね。ニューメンバー、ナージェジダ・ドゥーロハ。読みにくいって。なんとか、なんとかいけましたね。つうか何こいつ。じゃあせっかくなんでここでセーブしちゃいましょう。こいつもう信用ならねえ、本当に。こいつがいるところでセーブデータが保存できるっていうことだけに使いましょう。これより先、かわゆみの森、一旦フィールドに出るので、オートに戻って、装備の真珠アイテムの補充ができますよ。ドキワクウェポン。はい、すいません。ドキワクウェポン。オートアルキアを本店。どの層に向けた看板？これでニューエリアには行けそうな感がしますけどね。あれ？なんで出る？イニシエよりの伝承によればこの森の先にあるサラープルム内には伝説の聖剣が眠っているそうです。そういえばそういう話ありましたね。
そしてさらに伝承によれば、しかるべき時しかるべき者が政権を振るえば世界を救うことができると。今まさに国は、いいえ、世界は存亡の危機にさらされています。そんな折あなたは現れた。ということはつまり、僕が勇者だって言いたいのかい？そうです、あなたが伝説の勇者で、私はその右腕の魔法障子じゃなくて歴戦の凄腕な魔術師なんです。なんかこうドキドキしませんか、この状況。あははは、そうだな、その通りだね。いずれにせよ危機は危機なんだ。つんまでも深刻な顔したって何もならないんだよな。そうそう、せっかく勇者様なんですが、もっとこうパーッとね、パーッとねって、ナージジダだよね。ナージャでいいですよ。明日のはいらないです。え、明日のって何？よろしくな。君とはいい旅ができる気がするよ。こちらこそよろしくお願いします。勇者インゲンマメサブロー様、インゲンじゃなくて遠藤ですけど、名前いじり、ナンバーナナ、名前いじりでしたね。違う、ピスタチオサブ、ピスタチオじゃねえし、ピスタチオサブローだっけ、あれカシューナッツサブローだっけ。なんかどんどん方向性がずれてってる気がするんだけど。あ、ごめん、遠藤って名乗ることにした俺の先祖は松代まで登ってやるぞ。いや、それはまずい。自分の末代に戻ってどうする。とりあえずこのデコ娘を黙らせる方法を考えないと。誰がデコ娘ですって。デコ言うな、デコ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 言うな、デコ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 レーションケーキ言うな。自分が一番言うとる。ゲロッパ、トカゲロッパ、ケケケケケ、おーい、いい、今の聞いたかい。ひょひょひょ、先生、聖剣だって、ファンキーなやつだぜ。ウヒヒフフヒヒヒ。ウヒウヒヒヒ。よし、それじゃあ。未明は城に帰って、チチチ、チェザレ様に報告しろ。合点承知の助。古いギャグだな、ほんとだ。まあいい。ファンキーだから。残りは勇者ども追っかけろ。俺は帰ってご飯にする。おめ、今なんつった？ご、は、ん、ご、は、ん、しゅ、お、ゆ、しょうゆ、ご、は、ん、ちょ、ま、ずるくね。あいつファンキーじゃないな。うわ、なんか敵増えた。いつの間に増やした。まあいいや、ちょっと抜けて、あ、これでこのダンジョンには戻れるよ、戻れるてかセーブできるようになりましたね。さあどうしようか。まあちょっと軽くナージャーな、ちょっと待って、これアイテムだったんだ。まあ軽くナージャーの様子も見ておきますか。ラピッドダンス、パス、おめえ結構いい装備持ってんな。希望 100% なのにつけるべきかな、どっちだろう。まあいいや、やってみましょう。いや、主人公が強すぎる。2体くらいいればなんとかなるかな。やっぱなんかな、2体ぐらいではちょっと面白みを増しますけど。お、弱っ。てか2って弱いね。いや、適当。
なんだこれ弱いな。ナージェンダ、ナージェンダでいいんだっけ、ナージジダか。ナージェンダの方が微妙に言いやすいんだよね、個人的には。ナージジダ、ナージジダ、ナージジダ、ナージャでいいよね、もうナージャって本人が言うぐらいですからね。はい、じゃあどうしよう。3パート継続になっちゃいましたけれども、本話な俺を怒らせるパート今回で13ですね。ちょっと一旦ここで切りましょう。次、ちょっと待って、次どこだっけ。川弓の森か。じゃあ次は川弓の森行くんですけど、まあ適当に育成も裏でやっとくつもりになります。むしろその方がいいかもしれない。じゃあそんなわけで電波地実況大穴を怒らせろパート13以上になります。ご視聴ありがとうございました。